ルーツチャンネルをご覧の皆さん、プロレーシングゲーマーの山添です。今日は日産自動車さんのオッパマ工場ですね、グランドライブに来ています。今日なぜここに来たかというと、新型キャラバンですね、ディーゼルがマイナーチェンジをされたということで試乗会にやってきました。あちらにはですね、新型のキャラバン、そしてカスタマイズされたキャラバンがですね多数並んでおります。今日はその新型のキャラバンを試乗させていただいて、そしてそのカスタムされたキャラバン、新しい魅力をお伝えしていきたいと思います。それでは早速試乗の方に行きたいと思います。はい、というわけで新型キャラバン早速試乗したいと思います。今回はですね、ディーゼルのモデルに試乗させていただけるということで、まずエンジンがですね 2.5 リッターから 2.4 リッターに変わったということと、7速のオートマ、もともとは5速のオートマチックだったんですけれども、7速のオートマに変わったというところが大きな変更点ですね。見た目を見てみると、まずはね、こちら今の新しい日産さんのロゴになっているっていうところと、細かいところを見ていくと、ここのセンサー類ですね、ここにもミラーの下にカメラがあったりとかっていうところで、安全機能についても非常に強化にアップデートされたということで、非常に楽しみですね。それでは車内の方に行ってみたいと思います。まずね、内装の雰囲気がもう開けただけでもステアリングが違ったり、このねシートの感じも違うので、ちょっと乗ってみます。よいしょ。お、いや、これねすごいですよ、このシート。これ旧型のキャラバンだと、ここのねサポートの部分っていうのはちょっとね少なかったんですけど、今回このホールド性もね良くなったシートと、このシートがですね2層のシート、スポンジとウレタンの2層のシートになったっていうことで、今ねこう座っても、この座って沈み込む感覚っていうのが、なんかこう高級感が増したというか、要は疲れにくいシートになったなっていうのがすごく印象としてあります。あとね、このステアリングも、ここのね今の形、日産さんの今のステアリングデザインってこの形なんですけど、ここの部分もかなりスタイリッシュになってかっこいいですよね。あと見てみると、ここのスイッチ類でやっぱり安全装置周りだったりとか、あとねパワースライドドアもついている、そういったボタン類もついてますね。さあちょっとかけてみましょうか。よいしょ。音静かですし、この液晶キャラバン出てくるのかっこいいですね、演出として。さあということでですね、これから試乗ができるということで、どのような乗り心地なのか楽しみです。行ってみたいと思います。ディーゼルのねキャラバン乗るの初めてなんですよ。さあまずはね加速してみたいと思います。結構トルクありますね。車重それなりに重いはずなんですけど、やっぱりトルクがあるからちゃんと車を押し出してくれる感じがすごくありますね。ガソリンのキャラバンには何回か乗ったことがあるんですけど、旧型ですね、マイナーチェンジ前なんですけど、非常に音が静かですよね。あとこう運転してると、このステアリングの形もちょっと D 型になってるんですけど、それもなんか意外とステアリングの打角を切ってもそんなに気にならなかったりとか、そういったところも非常になんかやっぱりよくデザインされて作られてるなっていうのは感じますね。でね、ちょっとした加速の時も今回からねディーゼルも7速のオートマチックになったんですけど、非常にクロスレシオになってて、ちょっとしたね加速の時もすぐにギアが変わって、ギア変わらなくてもトルクで押し切ってくれるので非常に乗りやすいですね。トルク相当ありますねこれ。音からすると低回転域なので、あんまりこう加速しているような音はしないんですけど、実際にスピードメーターを見てみると、今あっという間に30キロから60キロまで加速をしてくれるので、これは普段こう荷物を乗せて走るときっていうのが一番重要だと思うんですけど、それでもかなりこう加速で押し切ってくれそうな感覚ありますよね。はい、というわけで皆さん見てください、カスタムキャラバンがたくさんあります。総額一体いくらなんでしょうか。はい、というわけでまずね1台1台見ていきたいと思います。まず1台目からすごいですね、これキャンプ仕様になってる感じですよね。
もうホイールも変わってるし、タイヤもねオールテレーンのタイヤついてますね。これリフトアップはしてないですけど、これダンパーがどうやら変わってるということで、はい、これすごいですね。これ対面式で座ることができて、そしてねここを見るとここにねいろいろなこうツールをかけられる場所があったりとか、上にはねライトもついてますね。これねこれタッチ式のライトですね多分。そしてねここにスピーカーとツイーターがついてて、まあもともとねスピーカーの位置ってこの車下にあるんですけど、まあそれを移設されたっていうことなんでしょうかね。いやおしゃれですね。これモニターもついてますしね、これでもうで一緒に行ってここの後ろでね酒飲みながらキャンプとかね楽しそうですよね。はい、というわけで続いていきたいと思います。オグショーさんですかね。はい、行きたいと思います。まずねこの黒い見た目がかっこいいですね。ここのねグリルのところからね日産さんのロゴのところまでねブラックを基調にしたデザインですけど、まあ、こちらもね見てみるとホイールとタイヤも変わっていて、やっぱりねこういう車にはこのグッドイヤーのタイヤすごく似合う印象ありますけど、あこれ後ろすごいですよ。これバイクが乗ってます。バイク乗っちゃうんですね。でここにねあのラダーもあってここから乗せられますよっていうのと、すごい釣りもできますよっていうところでね上から吊るしていろいろあったりとか、まあ、収納もあるし、ここでねあの簡易ベッドになっていてここでも寝れる、もう男の趣味満喫できますっていう感じのカスタムになってますね。はい、というわけで続いては武装さんのお車ですね。武装さんのお車は外装の方が変わっているっていうことで、まあ、まずねここのねフロントのね、まあ、リップの部分にいろいろパーツが施されていて、まあ、ここのねあの色もねちょっとねメッキ調というか、はい、グレーの感じがすごく締まって見えますよね。下に黒い暗めの色が入ると、そしてねちょっとねオーバーフェンダーのように見せるパーツだったりとか、まあ、あとホイールですね。はい、皆さんの大好きなレイズでございます。ボルクレーシングですね。まあ、こうシンプルな中にこうおしゃれな要素っていうのがすごく入ってますよね。こうホイールだったりとか、こう何気ないこのアクセント、モールですね。はい、続いて CRS さんのお車やってきました。まあね、見た目がもうシックというか、ちょっとねやんちゃなデザインですよね。ここが黒くてこの日産のねところが赤文字になっていて、はい。まあ、ここにねフロントに。こっちネジ止めでねついてるとねよりこう武骨さが増すというか、まあ、見た目のねスタイリングが結構四角い車なので、よりその形の強調さが出るなっていうふうに思うんですけれども、これもねホイールもだいぶおしゃれなホイールで、はい、オールテレーンのタイヤですね。そして中を見てみると、あこれはサーフィン仕様、サーフィンと釣りですね。そしてこれ2段になってて、まあ、下のところもねこういうふうになってておしゃれだと思うんですけれども、まあ、あとはねここで寝泊まりもできるような、やっぱりこう趣味にだいぶこう振ってる車かなと思うんですけど、そうですね、でもこれリアシートもこのデザインなのってちょっと商用車、元は商用車なので、そう考えるとあの非常におしゃれなデザインだなと思います。すごいですね、後ろにちょっとしたキャリアがついてますね。そしてねここのランプのところ、これテール変わってますね。あとスモークな感じで非常にかっこよくなってると思います。なんかやんちゃな感じのデザインなんですけど、ここにね機能的なものもいろいろついてたりとか、これはもともと何を乗せるようなんですかね、ちょっと気になるところであるんですけれども、あの非常にねあのやんちゃなデザインで非常にかっこいいと思います。はい、というわけで続いてジャオスさんのキャラバンですね、やってきました。まあ、ジャオスさんといえばやっぱりこのねフロントのところですね、ここにこうパーツがついているっていうところから始まるんですけれども、まあ、そしてねキャリアもついていて、まあ、キャンプだったりとかねいろんなことアウトドア仕様ですよっていうのが分かるようにいろんなもの乗ってますけれども、まあ、そしてね、まあ、同じようにここのちょっとフェンダーのところにね武骨についているようなもの、ここにね白のものに対してベースが黒でついているので、よりねこのフェンダーのラインっていうのがより綺麗に見えるっていうところと、さらにねこのホイールだったりとかタイヤだったりとかっていうところで、まあ、このタイプは今流行りですよね。まあ、後ろの方に来るとそうですね、後ろにも同じようについているっていうところで、このカスタマイズのジャオスさんの味付けっていうのが非常によく出てるんじゃないでしょうか。はい、続いてニーズボックスさんのお車ありますね。これ黒に黒のステッカーっていうのもなかなかシンプルでいいんじゃないでしょうか。そしてね、見ていくとやっぱりねタイヤホイールっていうのがこれもセットで、あこれジャオスさんのさっきの車と同じホイールなんじゃないでしょうかね。はい、まあ、あとは見てみると、まあ、アルパインの大きいこれはナビですかね、フローティングのナビだと思うんですがついていて、
そしてねこのサイドには大きくステッカーが貼られていて、まあ、これ多分ジャオスさんとついてるもの同じだと思うんですけど、黒に黒っていうのも非常にかっこいいですよね。ここのボルトのところが非常にアクセントになっていてかっこいいと思います。そしてねもともとはねメッキ調のねエンブレムがついてるんですけど、それが黒になっていて、まあ、その統一感がすごくされてるなっていうふうに思いますね。はい、ということで続いてなんですけれども、日産さんのコンセプトですね、はい、こちらのキャラバンになります。はい、キャラバンマイルームコンセプトというふうに書いてあるんですけれども、まあ、一体マイルームっていうのはどういうことなんだっていうことでですね、非常に気になるお車なんですけど、まずね見てみると、まずこのねバンパー部分非常におしゃれですね。ちょっと汚れてる感じというか、それをなんかこうピッてこうつけていったような感じと、この黄色いねアクセントが効いてますよね。これも元々のね鉄筋のホイールなんですけど、ここのね外側のところに黄色く塗られていて、まあ、これだけでもね非常にアクセントになりますよね。黒に黄色なんで非常になんだろう、こうアクセントになっててかっこいいと思います。さあそしてこのサイドの部分も同じようにね、ここがペイントされていたりとか、まあ、そしてねここにやっぱりマイルームっていうコンセプトカーなのが書いてありますけれども、やっぱりこれは後ろを見ると分かるっていうことで見てみたいと思います。お、確かにこれはマイルームですね。あとこれここで寝ることもできるし、この後ろにあるソファーもいや高級感しかないですよね。ここね革が張ってあって、おしゃれな色使いでね、まあ、車の中なのにこういうね木の素材がたくさん張り巡らされていて、なんていうんだろう、落ち着いた雰囲気ですよね。先ほどこういろいろね見てきたカスタムカーとはまた違った雰囲気のお車になってるなっていうところで、ここもね収納スペースがたくさんついてたりとか、このダウンライトもねこのちょっと暖色系の色が優しいですよね。はい、ということで今日はですねキャラバンを試乗させていただいて、そしてですねこのように素晴らしくこうカスタムされた様々な楽しみ方があるキャラバンの魅力が皆さんにお届けできたんじゃないかなと思います。はい、今日はそんな形で終わりたいと思います。皆さんぜひルーツチャンネル、チャンネル登録ですね、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。